マサバさん、おお、この水人ソーダって美味しいですか？カクテル日本茶店のガチでレビュー。いやー、そんなこともあろうかと。こちらにグラスを用意しておきました。ではこちらレビューしていきたいと思います。お願いします。ではこちらのサントリージン水いただきます。ああ、うん、うん、まあ、ジンジャーの香りだったりとかお茶のフレーバーが感じられて非常に飲み心地もスムースで旨味だ。